皆さんおはようございます。先日アメリカのトランプ大統領の訪日、成功裏に終えることができました。私も夕食会に参加をさせていただきましたけれども、終わりよければ全てよしというくらいに大変、盛り上がった夕食会になり、大統領をと言葉を交わすお客さんが大変多かった。大統領も精力的に、しかも親しげにそれに応じていただいていたと、そういう明るい、そしてまた心の通い合うそういう雰囲気というものをこれからも大事にしていきたいとこのように感じました。この訪日を終えて、韓国そして今中国に、いらっしゃっておられます。このアジア歴訪の中で、最初の訪問国で、日米同盟の絆をしっかり、固めることができたと、それを世界に示すことができたということが一番大きかったと思いますが、また日米韓の連携をしっかり深めると、北朝鮮の問題解決に力を合わせると、こういう意思を固めることができたということが次の大事なステップだったと思います。その上で、中国やロシアとの連携も重ねていかなければなりません。この中国訪問での米中の首脳の対話というものを注目したいと思います。続いてベトナムでは APEC が行われますが、ここではまたロシアのプーチン大統領などもいらっしゃいますので、さらにこの連携の輪を広げるというチャンスにもなり得ると思います。そして ASEAN、 またフィリピンで行われるその ASEAN や EAS、こうしたインド、あるいはオーストラリア等も含めた広い枠組みの中で、さらに、大きなこの連携を作り出すということにも心を砕いていただきたいと、こうした外交的なチャンスをしっかり捉えて、安倍総理、そしてまた政府にはこの機会を生かしていただきたいと思っております。それらを受けて、今後政府与党でしっかり連携を深めて今後の政権運営に生かしてまいりたい。また我が党としても政府をバックアップする形でこうした一連の国際関係も解決へ向けて協力をしてまいりたいと思います。いよいよ明日は全国代表協議会が開かれます。これまでのあり方をしっかり総括をする、特に先の衆議院選挙についての総括を行った上で次への出発をしてまいりたいと思います。次の参議院選挙あるいは統一選、そしてそれに先立つさまざまな統一外の選挙一つ一つ乗り越えて、そして党勢の拡大に新たなステップを踏んでまいりたい、大事な会合にしてまいりたいと思いますので、その点も含めてよろしくお願いをしたいと思います。次へ向けてしっかり頑張りましょう。以上であります。